もうやめようこれこんなに危ないんだろう、なんの意味もないでかった言葉何の言葉もね、お互いにお互いに言葉が出んかったもん、やめようこれは。まあね、お腹いっぱいや気持ち悪くなって、ちょっと気持ち悪くなって、これからまた食べます、今もうやめてや、今回も食べますこれね、ちゃうんすよ、コロナ禍になっても1年半ぐらいそやな経つやん、でやっぱりがらりと生活も変わって、そうや、ね、例えばじゃあ地元とか実家に帰省する人ももう長らく帰れてなかったりすると思う、そうやな、親とかね親戚とかにも会えてない状況もあると思うんですよ。でちょっとまあこれ東京に住んでる方とかもう例えば今後ねまた帰省できるようになったりとかした時に、うん、はいはい、じゃあなんか東京の持っていくなんかこう手土産みたいなをどんな持っていったらええんやろうなって、東京から、東京から人もね結構多く見てくれてはると思うんですよ。そうかな、だからちょっと東京から例えば帰省する時の東京にある手土産みたいなって、こんなんがありますよみたいなをちょっと、いや俺悲しいな、大阪土産にしてほしかったな、どういうこと、いつもよりか東京に逃げなって思ってんなお前。いやいや、これやっぱり今は実際そう東京でやってるっていう、うん、これはでもね正直ね政府へのメッセージでもあるんです。どういうこと、どういうこと、早く収束させてくださいっていう我々のメッセージで、伝わりにく正解値遠回しなの政府へのメッセージ、これは今政府への手土産を紹介しているように見せて政府へ挑戦状を叩きつけてるの。ちょっと政治批判も入ってんねん、ちょっと世相切ってる、マジでちょっと頼むで、うん、だからちょっとね、手土産東京意外とさもう全く知らん、知らん、俺も全く知らん、東京バナナぐらいしか知らん、そうやろ、うん、そういうよう聞くそういうのしか知らんやん、だから いろんなのがあるよっていうね、うん、はい、まず、ガレーシアミルクっていうのがね、グレーシア、あ、グレーシア、グレーシアミルク、よう食べんな今日腹パンパンやな俺1個にせん食べんなこれは2019年4月に東京駅グランスタにオープンしたオードリーっていうのがお店やねんて。あー知ってるやん、知らん、あ、知らん、な、何日もな、俺なんとか言うから弁護士に俺が、ね、今はこれぐらいしかできへんけどにしたら痴漢したんやんな、にしたら飽きすぎやって痴漢したんやん、ナイフとか渡すこれ見た目かわいいやん、乾燥いちごみたいなの乗ってんな、そうやね、あー、いい香り、いちごの香りしますよ、洒落てるよね、洒落てる、うん、いただきます、うん、なるほど、後からめっちゃ酸味くるわ、うん、おいしい、おいしいね、うん、軽くて、うん、サクサク、うまいな、軽い、味もやけど見た目も大事ということで、あ、こんなおしゃれなんかあんねん、かわいい、かわいい、続きましてサブリナ、サブリナパッケージがいいね、ええよね、何がわかんねん俺なんかやっぱみんなお前がやったって言ってんねんけど信じてくれてへんなんで毎回お菓子持ってサブリまだ交流所っていうことあーこれヘビっぽいな、これね、サブリナは香るバターをコンセプトにフランス全国農業コンクールで金賞に輝いたフランスのシャラトン地方のバターをふんだんに使ったお菓子を楽しめるバター菓子専門店、ほえー、いやこれ香りがもうめちゃくちゃバター、本当にバターと、あー、ええね、めっちゃバターの香り、いい、あ、ええわ、あん、懐かしい感じもする、うまい、おいしいね、おいしいの、ちょっとラスクっぽい感じもするし、ちょっとほんまパイ生地やから、うん、うん、俺は個人的にはこの真ん中のアーモンドはなくていいぐらい、
なるほどな。全部この全部これでいいぐらい。わかる。これもちょっとアームでいらん。おいしい。こんなに完成形のやつに目を向けてる。おいしいわ。中のバターがまたな。おいしいわ。おいしい。うん。次が東京ジャンドゥーヤチョコパイ。お年間100万個。売り上げる東京駅限定の人気商品やな。これ系買ったことないもん。なんとか有名な弁護士に見つけてるから、ね、ここが空きすぎてんねん。なんでもね、お菓子渡しこれだ、だって入れ物がええやん。あこのなるほど、こう来たか。絶対うまいやつ。これはうまいやつやな。間違いないやつやわ。香りからチェックさせてくれ、うん、やってんな、やってんな。これええやつ。うわもう絶対好きなやつ。うん、めちゃめちゃうまいわ。もう食べんでもわかる。やってんな。これめちゃくじ引き、くじ引き三角、俗に言うくじ引き三角を開けるやつ。わうん、あ、思ってたより甘くない。あ、中がすごい。うまっ。なるほど。うん。あ、おいしいな。おいしい。あのね、生地が塩っぽくて。なやな。うん。これサクサクパイ生地とヘーゼルナッツの香ばしい。ほんまや。ナッツの味する。濃厚なジャンドゥーヤクリームの組み合わせが絶妙。ああ。いや、これはめっちゃいいやん。ちょっと高いと思う、これ。4個で648円。ちょっと高い。でも美味しいわ。美味しい。うん。いや、ほんま。ご年配の方も。好きさえな、これみんな好きなやつやもん。まあな。味。うん、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと贅沢なお菓子って感じ。そうやね。うん、そして、僕ね、これね、ちょっと楽しみやったんですよ。何？おかきです。あ、ええな。麻布十番揚げ餅屋大丸東京店。麻布十番、俺揚げ餅めっちゃ好きやね。おお、おかきうまいやん。おいしい。カロリー高い言うてんかったんですよ。あの、うん、高いやつもあるね。うわー、出た。ええやん。おー、ええな。少ない。2層か。下になんか、なんかちょっとちゃうっぽいの入ってるぞ。いくらやろこれ。1000円以上するな。うん、1袋440円。お安。これちょっと、わあ、え、何これ。着替えは後で持ってくる。いや、だから肉っぽいのある。肉っぽいのある。これ何、これこれ、うん、これも、うん、かじるわ。あ、これベーコンみたい。うまっ掘り投げてるやん、おかき。これ後食べて。おかき掘り投げてるやん。なんなんなんそれ。ベーコン。ベーコンなん。めちゃくちゃうまい。まずこれ。うまっ。おかきにももうちょっとベーコンの味ついてるやん。ベーコン食って。うまっ。うまわ。後味。うまみ。ちょっとここから脱出するわ、実は。うまみ。これベーコンのうまみ。ちょっとこれ乗せて食ってみよう。なにこれ、俺顔。これ。うまっ。やっぱイタリアンな風味がおつまみにもぴったりの限定商品、パンチェッタ揚げ餅は本店と東京大丸店の、うん、2店舗のみの限定フレーバーで一番人気。めちゃくちゃ美味しい。これ、これだからパンチェッタ、パンチェッタや、うん、だからベーコンの元あんねん、塊みたいなやつ。うまっ。なんか揚げ餅のおしゃれなやつって感じ。これ見分け、俺これ見よう。これ、これいい。差し入れとか迷うな、正直。ええな。見つけた、これ俺。覚えとこ。これ差し入れされたら、あ、先生いい人やなって思うね。これにしよう。うまい。パンチェッタの、あの、うまみえぐいな。えぐい。二噛みしてからの振り広がり、すごいやん。めちゃくちゃうまいよ、これ。これが飯って言われてもええな、別に。え？これが飯って言われても別に構わない、これ。それは嫌や。でもそれぐらいのバランス。うまい。
次かりんとうまんじゅう。かりんとうまんじゅうもな、かりんとうまんじゅう、まあ、美味しいやけどな、うん、カリカリしてな、うんうん、お母さん泣いてはった。もうな、もう確定や。最初はもうちょっと。うわこれすごいな。真っ黒。あもう、あこの匂いね、匂いだ、この匂い。はい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 、おばあちゃんの匂い。そうそうそう、おばあちゃんちの匂いね。これ大丸東京でも人気のおしゃれなかりんとう専門店、アザブかりんとう、手土産にも人気の焦がし黒蜜かりんとうまんは、大ぶりなかりんとうかと思いきやからりと揚げられたかりんとうまんじゅう。あ苦味っていうか、あーええわ、いぶされてるっていうか、うわー、このすげえスモーキーっていうか、うん、噛む前に味したもんなあ、すごい、これすげえ、なんか炭食うてるみたいな、うまい、ちょっと苦味、うん、これが好きな人めっちゃ好きだから、たまらんと思うわ、年寄りとか好きやで。おわー、ほんま苦い、俺らよりもちょっと上の世代の、そうやな、これとお茶なあ、最高やと思う、合うと思う、うん、苦味あんねんけど、これもその中に品があるから、若干ちょっとキャンプしてる感じせへん。いやそこまで、このキャンプ場の、いやそこまでよ、ほんと、これ一個で目の前にキャンプ早く見てくれるの、いやすごいな、なんか煙っていうか、めちゃくちゃすごい感受性豊かや、 スモーキーな感じ、いやそこまでやって。最後、東京レンガパン、これはアンパンケーキ、なんかね2種類ぐらいあんね。あでもなこっちの方がなんか昔からあるって感じですね、東京駅って書いてる方が。まあ別のやつ食おうか、あすごい、何これ、トイレってやっぱむき出しのとこな。なんか盗撮したん、トイレで。しかもパンが差し出し。わぁ東京駅って書いてある、うわ西猿ぎっかつ、すごい、これ購入の個数制限が設けられるほど人気店といえば東京アンパン豆チーズ。なるほど、これだからめちゃくちゃ人気店やねん、チーズ、めっちゃうまそうやん、それ あんこ、これは俺ちょっとよく見て、石垣みたいな。あなるほど、おいしいな、クリームが入ってて、それな、東京駅って書いてるから、確かにこれ電車の中で食ったりとか、いやこれすごない、すごいな、見て、何なんこれ、豆がすごい、豆がすごい、好きな人好きやからほんま、あもうハンバーガーみたい、うん、でも美味しいわ。どう、なの、美味しいよ、一個食ったらやくなんでそれ。美味しいねん、あさってまでご飯でいい。美味しいねんけど、そのいつ食べるんやろ。食べるタイミング、確かにな、これほんまにこれさ4等分とかにして、そうそうそう、食うべきやもん、みんなで食べるやつ、ね、中にこれバターみたいな、マーガリンみたいなの入ってて、これにも入ってんねん、これも美味しい、美味しいよ、美味しいねん、小豆もいいあんって感じやし、めっちゃ美味しいねんけど、でパンもなしっとりしてて、めっちゃ美味しいけど、ちょっと何やろ、もう一口食べようと思わへん。今ね、美味しいんやけど、いっぱいお腹いっぱいだから、ね、今僕が腹いっぱいなだけ、お腹空いてる時も俺なかなか食べたいっていう気に、だからほんまあれじゃ、ほんまに4等分とかにしてみんなでシェアする感じ、大分と思う、どれも良かった、美味しかった、うん、お二人おすすめはどれですか、もうこれちゃう、おかきやな。正直毎回同じになって申し訳ない、うん、ただほんまにおかき、このな、あの揚げ餅、うんって結構あるけど、ほんまになんか今食べたい揚げ餅で一番おしゃれ、で、うん、俺今後三宅それにしよう、これいいと思う、ほんまにみんな好き、うん、差し入れとかな、困るとき、うん、困るやん、これ一番喜ばれるわ、うん、美味しい、したことないやろ。今後これしますわ、僕毎回してるみたいな言うなよ、いつもな、もう一回もしたことない、いつもちゃうのしようかな、ちゃうのしようかなって、もう同じのばっかかでも、いやしたことないよ、今後これしますわ、皆さん、お前なんか差し入れしよう見たことない。
それも言わせてもらうけど、お前かいっていつも俺を責めるようにしているけど。登録者数が100万人いきますように。よっしゃ。